はい、こんにちは、ともチャンネルです。またね、ちょっとレンダリング中時間ができたので、スマホの方でね、動画を撮ってます。今ね、レンダリングというかね、ブレンダーをやりながら、こういった形で、カメラも、録画して、それで、こっちの方でね、ブレンダーの方を録画して、それでさらに、別撮り音声でね、最後合成するんですけども、実はね、このポラロイドキューブね、給電録画ができるんですよ。今後ろに USB が刺さってますけど、これで給電今してる最中なんですね。で、給電をしながら録画ずっとできるので、要はバッテリーを気にしないで録画できるようになってます。まあ、モバイルバッテリー持ち出してもね、私の2万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーならね、まあ1日持つんじゃないかなと思うんですよ。だからこれだけでね、いけんじゃないかなってちょっと今ふと思ったところなんですね。だからね、わざわざね、重たいカメラを持たなくてこれだけでいけるかもしれないね。ただ手ブレ補正がないからね、まあガンガン振り回すような使い方はできないんですけど、こうやって三脚に立てて使う分にはまあいいんじゃないかなという超ゆるい動画でした。はい、まあこの動画を見てね、いいと思うも思わないもないと思いますけども、まあいろんな動画やってますので、見たいと思えばチャンネル登録の方お願いいたします。ではまた、バイバイ。